いラスどこやったんだっけ。赤いラスなくしてんじゃん。よっしゃ、かっこよかった。キラコメやばかった。嘘、いいじゃん。なんと1800円です。1800円でした。どう、安いでしょ。よし、行くか。だろうと思った。さてと、これで寒さもしのげるでしょう。寒さも。入れろや、この野郎。余裕ねえな。入れてくれよ。喉乾いたな。つかもう帰りたいな。とかすごいんじゃないの、あっちは。大丈夫なの、雪とか。乗りやすいな。ちょっとエンジン音がうるさいけど、やっぱり。平橋、おお、いいじゃん。雪が、おお、綺麗じゃん。天気いいな。景色がいいじゃないですか。雲がすごい。チロスありがとう。センキュー。最北端行かんのって、最北端って20時間ぐらいかかるよ。
だから山陰一番南に行こうかなと思って。最北端とか何日かかるの？8時間も運転できるわけないでしょ。無理だよ。帰りやすいしね、新幹線で。あ、マーサちゃんありがとう。センキュー。函館まで5時間半？ナビだと4時間って出てるけど。車乗り捨てできますよ、レンタカーは。違う営業所に返せるんで。もうブーちゃんと会わない？まあ、登別が通り道なんだよ。登別がね。もしもし。ぶーちゃん寂しくない？うん。俺ちょっと寂しいかもしれない。行くの？一緒に行く？いや、今美容室だね。待ってたら行く？いや、その後、言ったじゃん。その後ご飯行くって？うん。そのご飯待ってたら一緒に行く？いや、やばいでしょ。待ってたら行く？なんでさ。いや、寂しくて。もう会えないと思ったら。ああ。もうそろそろ整理終わるでしょう。いや、終わんないよ。終わらない？まだあと2日3日ぐらいじゃないか。ああ、長いな。分かった。うん。じゃあね。はい。はい。整理はきついな。ちょっと夏しかいないわ。夏さんしか。いや、今のはね冗談ですけど、ブーちゃんって癒されるんだよ。一緒にいるだけで癒し系なんだよ。昨日帰ったけど2日ぐらい一緒にいたんで、ちょっと元気出してこう。ラブだよ。ありがとうございます。桜花火ありがとうございます。あー、ありがとうね。つかさっきレリちゃんいなかった？俺ドンキ行ってる時。レリちゃんいるの？ちょ、レリちゃんいるなら出てきて。ちょっと仲直りをしたいから。レリちゃん、出た携帯。新幹線は4月20日まで使えないよ。は？おま、マジは？これマジで言ってる？そうだよ。じゃあ行かないよ。地震の影響？じゃあ新千歳行くわ。もう帰りたいもん。それ東北新幹線だけじゃないんだ。まーちゃんいらっしゃい。雪ひどくなってきたし。
帰ろうよ、もう。北海道ホテル生活編？いや、もういいよ、ホテルも。まあ、無理だ、こんなの。観光してて遠いんだよ、いちいちさ、わざわざ。一個ずつの観光スポットまでがさ。函館空港あるじゃん。あるの？函館って空港ある？ある？あ、函館空港あるんだ。じゃあいいじゃん。じゃあ函館 空港で帰るわ。てんてんさんの食事はもう流れ的にちょっともういいんじゃない？雪ちょっとやばいね。飛行機の？いや、明日帰る。まあ、そもそもブーちゃんに会いに来たしね。もう用事終わったしね。元気づけに来ただけだしな。ブーちゃんが夜中に泣いてたから心配になってきたんだよ。ちょっと元気になったからよかったじゃん。目的達成してるんだって。そもそもが。まああとはね、ちょっとリスナーさんにちょっと観光でもして、それはちょっとあったけど、雪すごいし、もう吹雪じゃん。こんなの外出歩けないわ。そんな吹雪。酒飲んどけよかったかもしれん。もう引き返そうかな。今なんだよな、引き返すなら。中途半端に動いてもあれだから、引き返そうかな。あの、新千歳ってトヨタ日本レンタカーってあるかな。もう新千歳行こうかな。もううるさいよ、ボー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 。品がねレクサスだな。いじってんじゃねえよ、レクサスのくせして。お前か。コメントしてんじゃねえよ、お前カス。レクサスで生きんなよ、マフラー変えて。ボケ。すごい雪。ちょっともうコータン無理かも。俺の家来る、行くわけねえだろうが。なんで山ちゃんの家行くの？何のために北海道来たの？やめてよ。なかなか来れない北海道札幌、函館は行こう。ちょっと頑張るか。楽しみなよって。失恋の痛みが胸をえぐるぜ。胸が痛いぜ。
豚になってくれないかな。まだずっと血が溢れ出してる。辛いぜ。高速乗るルートになってるよね。これ ETC ついてねえの。 ETC つけてよ。めんどくさいな。タバコも吸えない。 ETC もついてない。なんなの。何がしたいの。車載機管理番号喋り出しとるし。どうした。どうしたの。どうした。どうした。なんでこんな雪降ってきた。本当に